ヘンリー・ガントヘンリー・ローレンス・ガントはアメリカ合衆国の機械工学者で経営コンサルタント。1910年代にガントチャートを考案したことで知られている。ガントチャートはフーバーダムや週刊高速道路といった大型公共事業で使われ、現在でもプロジェクトマネジメントの重要なツールの一つとなっている。メリーランド州カルバート郡に生まれる。 1878年、マクドナスクールを卒業。ジョンズ・ホプキンス大学に進学し、機械工学を学ぶ傍らで、教師や製図工として働いた。1887年、フレデリック・テイラーの科学的管理法のチームに入り、1893年まで働いた。その後、経営コンサルタントとなり、ガントチャートやタスクボーナスと呼ばれる。 賃金体系を設計、労働者の生産性の測定法を開発した。ヘンリー・ガントの生産管理における貢献としては、次のものがある。アメリカ機械工学会は、ヘンリー・ガントの功績を称え、彼の名を冠したメダルを、毎年授与している。ありがとうございます。